はい、2玉目に入ってしまいました。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今週も楽しく編んでいきましょう。先週の最後ですね、先週の最後から、帽子を編もうということで、ちょっとねランダムに思い立ったとこに引き抜き、思い立った時に引き上げ編みを入れるというね、そういうこう謎な編み地で今作っております。作り方としては、こうシート状に作ったものをくるっと丸めてつなげて、で上を絞れば、帽子のね形になって、であとはそこにかぶり口ですね、かぶり口をつければいいんじゃないかっていうところで、まだ今この状態、ここです。ここなんですけれども、糸がですね、もう2玉目に入ってしまいまして、で幅的にというか大きさ的にですね、まだ半分ちょいなんですよ。なので、もう確実に糸足りないやんっていう状態に今陥っております。はい、じゃあちょっと今日はちょっと続きを編んでいこうと思うんですけれども、その前に、はい、今週爪をちょっとねやっているのですが、ちょっとねドラッグストアで面白いものを見つけまして、このねビューティーアベニューっていうジェルネイルなんですけれども、貼ってでシールタイプです、シールタイプ、よいしょ、はい、こういうシールタイプなんですが、これねジェルネイルでして、これねこう指に合わせて、こう貼ると、こう剥がす方向もねちゃんと矢印書いてあるんですけど、剥がすと、で剥がして、でこう貼ると、よいしょ、よいしょ、貼ると、貼ります。ピッ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 、はい、貼ったらここなんか付属でですね、箱の中にこのヤスリが入っているので、ヤスリでこうゴリ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 と削ると、で削ったら、シールが取れると、取れるという状態ですね。でシールが取れますと、綺麗に取れます。で綺麗に貼り付けます。はい、綺麗に貼り付けます。で綺麗に貼り付けたところでですよ、はい、でこの箱の中にね、このヤスリネイルのね、ジェルネイルのやつとヤスリと、あと取るときに使うね、こう剥がすときに、後から剥がしたいって時に剥がすときに使うこういう木の棒も入っておりますが、これ今貼りました。こっち貼りました。全部貼っております。で貼ったらここで、はい、30秒石子。はい、これで光を当てることによって硬化すると。で剥がすときもこれシールタイプで、ペリーっと。ペリッと剥がれますよというタイプのものですね。これでね、1000円、1200円、そんな感じです。で、シール自体が一応こう24ピース、要するに2回分ですね。ほぼほぼ2回分で、ほぼほぼ2回分の、シートが入っておりますと。で一応このね、ライトがなくても貼った状態で、直射日光ですね、お天気のいい日、2時間ぐらいで硬化するそうです。で一応こっちの方はもう硬化してるんですけど、どのぐらい持つかをちょっと私もわからない。どのぐらい持つんだろうね。ちょっと今週はちょっとこれでやってみようかなと思います。普通にねお風呂も入るし、ご飯も作ったり料理洗濯をしますので、どのぐらい持つかですね。これちょっとこれでやってみようかなと思います。でね、種類がこのね、爪のこの柄ですね、柄が、何種類かありまして、今ちょっとこう今回はちょっとマグネットデザインっていうんですか、なんか流行ってんだよね、
あの鉄の粉みたいの入ってて、磁石でこうちょっと寄せてグラデーション、金属の粉々のグラデーションっぽく見えるみたいな、なんか流行ってるのかな、よくわからないよく流行りがよく分かってないんですが、まあという柄を選んでみました。普通にあのもっとおとなしい柄といいますか、もっとおとなしいというかもっとシンプルなねやつとかもありますし、ね、週末だけこれやって、ね、平日お仕事行く時とかはペリッと剥がしてっていうこともできる、まあちょっとそんなお手軽なネイルシールを見つけたのでやってみました。これのあのマニキュアタイプもありますもんね。ただあのマニキュアタイプだと除光液でね落とさなきゃいけないので、それもめんどくさいなと思ったので、ちょっとどうせだったら剥がれるタイプということで、このこう剥がれるタイプのジェルネイルのシールですね、試してみました。はい、じゃあ今日も編んでいきましょう。よいしょよいしょ。で今ですねこれ、あ、編み図書いてなかったね、編み図書くか。ちょっと間違った編み図になってるんですけど、まずこっち違うやん、こうやん。はい、まずですね15針でちょっとね大きめに鎖編みで25目編みました。でそこから、こちら側は8号針に持ち替えまして、8号針でまず細編みを1段編みます。で次往復編みしてくるんですけれども、往復編みで帰ってくる時にここだって思った場所で、細編みの引き上げ編みを適当に入れます。ほんと適当です、適当に入れます。で次中長編みで1段編みます。で中長編み1段編んだら戻ってくる時に中長編みで適当なところに、ここだと思うところに中長編みで引き上げ編みを編みます。はい、同じように長編みで1段編んだら長編み帰ってくる時長編みで適当なところに引き上げ編みを編みます。ということをランダムな場所でやることによって、はい、これ細編みでね引き上げ編みしている部分と中長編みで引き上げ編みしている部分と長編みで引き上げ編みしている部分っていうので、ポコ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 っと、しかもこう場所もねまちまちで、ポコポコした部分が出来上がってきているという編み目でして、でそれが終わったらまた細編みに戻って、細編みで引き上げ編み、中長編み編んで中長編みで引き上げ編みっていう風に繰り返していっています。でこれ1段編みました。あ、1段というか1玉ですね。これ、1玉分です。1玉分編みまして、ちょうどここで糸返してるんですけれど、はい、要するに ここまで、これで1玉分です。だもう1玉編んで、ようやく、まあ、頭の円周ですね。1周するのかな。だからもう1玉欲しかった。これもう1玉買ってくればよかったという、今すごく私は後悔をしている最中でございます。でここから同じようにずっとね2束分やろうかなとも思ったんですけど、あのじゃあどうせだらっていうか、本当はこれ全部ね同じこの糸でやりたかったのですが、頭を合わせる部分とかぶり口の部分は違う糸で編まなければならなくなったということなので、じゃあもうガラッと雰囲気を変えてしまおうかなと思いまして、ここから違う模様編みで25目分ですね編んでいこうかなと思います、ね、でサクサク編めた方がいいんで、ね、とりあえず長編みでいきますか。で長編みなので鎖編み3目してくるりんします。ちょうどね、今こう細編みで往復してきて、中長編みで往復してきて、長編みで往復してきた後です、ね、ちょうどこの最後の長編みのところまで来ました。でここから、長編みの長さかな、長さで、模様編みをしていきたいと思います。まず、まあ、立ち上がり3目してくるりんしてきました。で次から1個飛ばしてここですね、2目目のところから、ここ同じところから長編みが3つ出てます。で1つ飛ばして長編み、はい、もう一個長編み編んで1個飛ばして
ここに長編み3つ入れます。で1個飛ばして長編み、はい、もう一回長編み1個飛ばしてよ、長編みを3つで1個飛ばして長編みで1回これをやっていきますと。これで目数的にはちょうどいいんじゃないかなと。で一番端っこですね、立ち上がり3目目のところを取って長編み、これで、これで長編み3目ですね、出てるところが全部で5個できました。で、はい、でここからまた鎖編み3目してくるりんしまして、もうどんどんね長編みでちょっと長さをこう稼いでいこうかなというそういうこうやって、でまず鎖編み3目してくるりんしました。で今度このちょうどね長編み3目の出てるところなんですけど、後ろからですね、後ろから拾って長編みの引き上げ編みをしたいなと。そうすると、こう裏返した時に前から引き上げ編みをしたような感じに模様が見えるんじゃないかなと。はい、でここで普通に長編みの上は長編み、長編みの上は長編みと。じゃあここから、ここも全部そうですね、後ろから引き上げ編みで長編みをこうね、一つのところから長編み3本出てるんですけど、それは全部後ろから取って引き上げ編みにします。で普通の長編みのところは普通に長編みを2つ、これでやっていきましょう。はい、で最後立ち上がりですね、3目目拾って長編みでおしまい。これで後ろからの引き上げ編みしたので前にこうちょっと線が出ますけど、これ後ろにくるりっと回すと前の方に盛り上がって見えると思います。でまたここで鎖編み3つしてよいしょ。はい、今度はですね、この鎖編みもう1個します。鎖編みもう1個だから全部で鎖編み4目になりました。ここからこのね引き上げ編みしたものなんですけど、前から引き上げ編みをして、はい、未完の長編みを3つ作ります。よいしょ。でこれをまとめてこうちょっとこう楕円みたいな形になるかなと思います。でここから鎖編み一つして、でまた長編みの上は普通に長編み、長編みと。糸がないものはしょうがないもんねしょうがないので、ちょっと可愛い系にしますか。急遽変更です。はい、でまたここから普通に長編み2つ編んだら鎖編み1つして、はい、また引き上げ編みを3つですね、3つ引き上げ編みなんですけど3目一度します。よいしょ。で鎖編み1つして、一番最初のここですね、3目目のところ拾って長編み、はい、全体的にちょっと楕円みたいなのがポコポコと5個出来上がってます。はい、でこれをですね繰り返したいなと思います。はい、鎖編み3目してくるりんして、今ね3目一度したと思うんですけど、3目一度したところを拾って、はい、ここから長編みが3つ出ますと。で長編みの上は長編み、長編みの上は長編み、でまた3目一度のところ拾って、ここに長編みが3つ、はい、長編み3つ編んだので、はい、2、3目目ですね、3目目拾っ
して、うん、よいしょ、長編みをしますと。で鎖編み3目してくるりんしてきて、よいしょ、今度はですね、あのタイミング的に前からです。前から長編みの引き上げ編み、前から長編みの引き上げ編み、前から長編みの引き上げ編みと。で普通の長編みが2つ、次は鎖編み3目してくるりんと回して、で次は3目一度していきたいので、今度ね後ろ向いてますので、鎖編み1つしてからですね、今度は、はい、後ろからです。後ろから拾ってよいしょ、後ろから拾ってみかんの長編み、後ろから拾ってみかんの長編み、後ろから拾ってみかんの長編みということで、今度後ろから拾っての3目一度です。で鎖編み1つして長編み2つ、今まで模様がね縦でした、縦だったものがここから模様いきなり横模様になります。これであと半分かなぐらいですね。これであと半分いって、こう頭のね回る円周というか頭回りの長さになればいいなと思います。これでやっていきましょう。でこれでやっていって、で最後こことここですね、くっつけて、こっち表になるようにこうぐるっと回ってきて、こうくっつけまして、で最後ここをギュギュッとまとめたいな。そうすると帽子の形にはとりあえずなると思います。でこれはそこまではね、この糸でできるんじゃないかなと思うんですけど、そこからですよね。そこまででもうね糸なくなると思うんだよな。だから次の糸を何色にと、どの色どの糸にするっていうところですね。うん、ちょっと糸をここの糸に似合うような、合うような、それでもちょっと地味めな色にしたいかな。いやこれにね白持ってくると途端にすごい可愛くなっちゃうかなと思いまして、ちょっと暗めの色の方が落ち着いていいかなとも思うんですが、まあ、ちょっとどうなることやらなので、ちょっと様子見ながら糸を探して、次回までに糸を探してこようと思います。じゃあちょっと編み図描きましょう。まず鎖編み3目で立ち上がってくるりんしてから、これ1つスキップですね。目を1個スキップして、次の目のところに、はい、3目増し目で3つね長編みを、3目長編みを1つのところから3目出します。で次1個飛ばして、次に長編み長編みと、でまた1個飛ばして長編みを3目同じところから出しますっていうのをやっていきます。で次は鎖編み3目で立ち上がってくるりんしましたら、今この増やしたこの3目ですね、この3目を一応ですね、こっち表こっち裏って考えて、表の方に引き上げ編みがね来るように、表の方にこうグイッと上に行くように、こう編み目を見ながらですね、編み目を考えながら、後ろから取るのか前から取るのか考えながら編んでいきます。もしこの状態で、編んでいくのであれば、後ろからですね、後ろからこの長編みを拾って引き上げ編み、後ろから拾って引き上げ編みと3目1本ずつ引き上げ編みをしていきます。で長編み、普通の長編みのところは普通の長編みを編んで、でまたこう引き上げ編みをしていって、でおしまいですね。で次鎖編み3目で立ち上がって、で鎖編みもう1目鎖編みをして、で今度はこの引き上げ編みなんですけれども、はい、表から見ると分かる、表でも引き上げ編みなんですが、それぞれ取って3目一度3目一度します。でこれでちょっとこう丸い楕円のような、こうちょっとアーモンド型ですね、アーモンド型の模様になりますので、で鎖編み1つして、普通に長編みの上は長編み、長編みの上は長編み、でまた
鎖編み1つして、今度引き上げ編みですけれども、3目一度でまとめますと。で、鎖編み1つして長編み、これを繰り返します。次も鎖編み3目編んだら、今度はこのまとまった3目一度でまとまったところを拾って、長編みを3目編みます。これはね、ここはね、引き上げ編みをしておりません。普通の、普通の長編みですね。普通の長編みをして、で、普通の何もね、増し目も何もしていない、この目は普通に長編みで、また3目一度したところを拾って長編みを3つっていう風にして、同じこの編みと同じ編みをします。ただ、こっち後ろから取ってってやってましたけど、ちょうど次のこの塊のタイミング的には、今度はここの真ん中の部分ですね、前から拾ってになります。そう、ちょうどね、だどっちのタイミングで来るかは、その編み目を見ながら、考えながら編んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、でこれをずっとやっていって、次回はこれ合わせて、まあ、こう上をね、キュッと絞るところをやっていけたらいいかなと思います。はい、というわけで本日はこんな感じで、もう軽くですけど、ちょっとね、方向を変えていかないとうまく作品になっていかないかなというぐらい、ちょっと本当に後悔しております。3個ずつ買おう、今度から今度から糸は全部3個ずつ買おうと心に決めております。はい、それではまた次回ですね。次回はこの続きで、帽子の形にしていこうと思います。それではまた、じゃっ。